一ノ瀬荘の青木。一ノ瀬荘の赤木。定名皇后ご視察記念碑。石碑の右後に見える木が皇后により植樹された一ノ瀬荘。一ノ瀬荘は山梨県西八代郡市川三里町にある養蚕用桑苗木の原木である。農林水産省によって品種名一ノ瀬と名付けられ、日本全国に普及し、大正から昭和初期にかけ、 日本の養産業発展に寄与した草病の親株である。山梨県指定の天然記念物。1898年頃、西八代郡上野村、川浦の市野瀬増吉が中駒郡押村の草病業者から購入した品種名、ネズミ返しと呼ばれる草病の中から、通常のネズミ返しとは異なる良質な苗木を三株発見した。株の苗木は枝の色合いから、 白木、赤木と呼ばれるようになり、マスキチはこれを、貼らないとし、大出苗を、繁殖母体として、自らの草園で増やし、近隣の村に配布した。この三株の個体は、葉の質、収穫量ともに、従来のものとは明らかに異なり、葉には、光沢があり大きく、病害虫にも強い、優れたものであった。1916年に行われた、西厚白軍農会主催の、 草園品評会に出品、さらに同年、大日本産子会山梨市会主催の第3回産子品評会において、優等賞が可視され一躍、日本全国に知られるようになった。養産業が日本の外貨獲得のための輸出産業として盛んに行われていた頃でもあり、市野瀬松吉によって見出された、この桑は農林水産省により、市野瀬の生を冠した市野瀬を、 幸い品種名として正式に登録され、瞬く間に日本全国に普及していった。品種登録後、白木は一ノ瀬の青木、赤木は一ノ瀬の赤木と呼び替えられるようになった。一ノ瀬増吉は、生涯を草原の改良、製死工場設立など、養蚕振興に尽くし、1921年5月28日に55歳で死去した。また、 マスキチの功績を称える、一ノ瀬宗由来碑が1941年に、甲府の舞鶴城公園に建立され、1948年9月14日には、山梨県における三市、県業関係後視察の一環として、丁名皇后が訪れ、皇后により、一ノ瀬宗の記念植樹が行われた。1976年2月23日に、一ノ瀬区の指定名称で、 山梨県の天然記念物に指定されている。一ノ瀬荘甲府一ノ瀬荘の市甲府盆地の南西部、JR 美信線足川駅の南東方、約1キロの川浦地区に所在する。ここは、一ノ瀬増基吉が所有していた荘園の一部であり、一ノ瀬荘の親株は、竹作に囲まれ保護されている。AB 市川美里町ホームページ検指定文化財、一ノ瀬荘の親株 ABCD 外。 古文書研究会編、各駅停車全国歴史散歩、山梨県、川で初防震車、1983年、PP100 から101品種名一の瀬は妙一の瀬九三氏、昆虫農業技術研究所、山梨日日新聞社編、山梨歴史カレンダー P159 山梨県、山梨県の文化財リスト史跡、名称、天然記念物、ありがとうございます。